この風景のモチーフはやっぱり雄大さとか崇高さのことを、まあ、今ちょっと追求したいですね。このようななんか象徴的なイメージを、まあ、自分の作品の中で表現したいなと思ってます。一回まず通り過ぎて気になって、で繰り返しまたその場所を訪れて、何が気になったのかっていうのはやっぱりスケッチしながら私は探していくことが多いです。アンさんはあの台湾出身で、はい、日本に来られたのが2018年。ああ、そうですね、2018年。最初の1年間東京の日本学校で1年間勉強して、それからあの愛知県立芸術大学のなんか修士課程に進学して、2年間あとなんか修了して金沢の美術工芸大学の研究生半年ぐらいになって、去年 の、 あの秋から進学しました。台湾では美術の勉強されてたら何をされたんですか？大学自体はあの水墨画を勉強して、あの日本画は選択科目として大学の時少しだけ勉強しました。あのその時はあの教えられる先生たちはほぼみんな日本の留学経験がある先生がいらっしゃって、あその時はやっぱりなんか日本が学びたいなら、まあ、できるだけ日本に留学したいなと思いました。日本画をさらに勉強してみたい、チャレンジしてみたいというのは、ね、はい、なんかきっかけがあったんですか？ああ、きっか、まあ水墨画はみんなの印象はなんか密度墨で、画面の中でまあなんかグレーな感じがあって、まあでも今若者たちはやっぱりなんか日常に見てなんかスクリームとかよくいろいろな多彩な画面があって、まあ自分の水墨画の中でもしなんかもうちょっとなんかにぎやかなあの軽いな、なんか色がなんか入れた方がいいなと思ってます。だから今日本画描いてますけど、まあ、水墨画の秘宝とか、 なんかあの筆致も使いながら制作しています。今回ワンさんが展示していただいているのがギャラリーに入って右の壁面、ガラスケースの中にも両仕立ての大きい作品を今展示していただいています。ワン、はい、さんの隣に今映ってるのが、はい、これ新作ですよ。仕上げは多分先週かなって結構、はい、出来立ての完成したばかりそうです。取材した場所はどこですか？あ、福井県にいる大島です。はい、あの現場であのスケッチして、あの大体4時間ぐらいで、あのその時の光とか、あとは空気のなんか香りとか、あとはなんか光とか影の変化とか現場でちゃんとなんか体験してて、なこの写生の作品を持ってあのアトリエで整理しながら最後は作品を制作してました。まあ現場でなんかこういう視線の風景を見て、まあこの風景のモチーフはやっぱり雄大さとか崇高さのことを、まあ、今ちょっと追求したいんですね。このようななんか象徴的なイメージを、まあ、自分の作品の中で表現したいなと思ってます。今後のチャレンジする目標っていうのはどんなところにあるんですか？はい、まあ、今の研究は模写しながら自分の制作を役に立つという方法があると思いますね。まあ、模写といえば今の研究はあの北宋時代の早春図という作品で、まあ、模写しながらこの作品の中で崇高さにある要素を分析してなんか研究して、まあ、例えば画面構成とか、あとは筆使いとか墨の筆使いとか墨の濃淡とか色の変化などこれをなんか分析して、まあ、この要素をなんか使いながら凄さを出てくるなと思います。
森さんは今金沢美大の博士1年生です。ご出身は？は大分県です。九州の大分の杵築市っていう城下町です。どう金沢？寒いですね。森さんの作品がですねギャラリー入って左側に、小さい作品もあるし今一緒に写ってる大きい作品それとスケッチの作品も一点一点その大きさも違うんですけどもこれ同じ場所ですかね？同じ、全部同じ場所です。もう7年ぐらい住んでたアパートの本当にすぐ隣というか近くにある畑です。それぞれ、敷地の中の違った視点から、撮られてしかも、緑の昇った季節から雪に埋もれた畑のある景色とか、まあ、同じところをですねあのいろんな季節いろんな視点で作品にしているといったような、まあ、一つのテーマに近いようなあの作品群なんですね。それでこのモチーフをここをこう取材して作品にしてたっていうのは何かあるんですか？結構あの日本画を描く前にスケッチを重要視して描いてるんですけどその時にいつでも行ける場所っていうことで例えばその今のこの畑とかであったりあの前の美大の旧校舎とかもう本当にいつでも行けるような歩いて行ける場所を描こうっていうふうにずっと昔から続けてるのでその場所にしたっていうのとあとは私が住んでるその地元が結構田舎であの畑とかもそれこそたくさんあるところなので親しみが持てる場所っていうことでここを長く取材して絵にしています。なんか今までただ通り過ぎていたような場所とかも改めてこう長い時間見つめ合うことでなんか例えばここにこんな木生えてたんだとか全体をざっくり見た時にこのくらいの大きさでこういう形してたんだっていうのはその時にならないとやっぱり見えないところであるので一回まず通り過ぎて気になってで繰り返しまたその場所を訪れて何が気になったのかっていうのはやっぱりスケッチしながら私は探していくことが多いです。ふと立ち止まって見ちゃうけどそれは実際何が気になったのかっていうのはその場ではなかなか分かんなかったりするのでそこを探すのが楽しいです。でやっぱ実際にその日本画で本あの画面に大きい画面に描くときにここがどうだったのかなって見にまたもう一回本画に入ってから戻ることもあるしなんか逆にこう面白いなスケッチの段階では面白いなって思ってても大きな画面で描くとそんなに楽しくなかったりとかっていうのもちょくちょく出てきます。今回のこの一連の作品で一番自分がああこういうことが面白かったなとか興味が湧いたなっていうところはあるんですか？なんか結構一貫してるのは人の手が入っているところがすごくなんか面白いなと思って例えばこの畑でもこういうゴミ箱がなぜかあったりとかこれも何か分かんないんですけど多分手押し車みたいなおじいちゃんおばあちゃんがやってるところなのでなんかこう畑らしからぬというかお風呂の洗面台があったりとかっていうのがちょっと生活感が出てて面白いなっていうのとあとはこうブルーシートとかでいろいろ区分けはしてあるんですけど中に生えてる植物はこう自由に伸びてなんか例えばこれとかもこの外から種がこぼれて勝手に生えちゃったシソとかっていうのがなんか発見できたのはすごく楽しいなと思って描いてました。人と植物は違う生き物ではあるんですけどやっぱり同じ時間を生きているものとしてなんかそのつながりお互いどんなふうに思ってるのかとかどういうふうな関係性で生きてきてるのかっていうのを描けたらいいなと思ってます。今後森さんがチャレンジをしていきたいことってあるんですか？今後は結構目に見えないもの
その視覚情報として見えない、例えば空気感とかあと雰囲気とかっていうものを実際の平面でどういうふうに描けるのかなっていうのを研究していけたらなと思ってます。なるほど、まあ、それがだから森さんの今後チャレンジですね。そうですね、いかに自分の体感を絵で表現できるかっていうところです。